プロスピエース、はい、というところで今日はアニバーサリーやります。60連ガチャいかせていただきます。ということで前回ねブルオニアットで丸が当たったんですけども、クレイさんの動画によると、あ、佐々木あのクレイさんとピップさんの動画でプロスピを勉強しながら佐々木も動画を出すっていういい使い方させていただきます。ありがとうございます。さあということで丸がアニバでプラス1されてて、ミートがもう最初から A に乗ってるからいいらしいんですよね。でなんか守備練習したら特殊したら守備も A に乗るらしくて、結構何気にいいらしいんですよ。だからまあ良かったですね。今回60連一番欲しいのはですね有原ですね。なんかあの柳田はセレクション持ってたらまあそこまであれらしいんですよね。でセカンドは山田テストが欲しいんで2個目ですね。で石川はまあ持ってるっていうね。だから有原ですね。だってもう制球9位同値ですからね。うまく称号をつけたらスタミナ1とかあんのかな。あったらね全部だね。だから有原を自チームに日本アームにして60連目は有原。あとなんかあのすごい小林幸子さん風のやつが出てくるらしいんですよ。フラッシュパーって。あ、そうなんですか。そう、なんかあの演出が変わって、でなんかあのバッター振って当たってこけたらなんか自チーム確定らしくて、だそういうなんかフラッシュみたいな、なんかがカーニバル風の調子くん出てきたら、はい、自チームら確定らしくて、聞いた話だけどだってそうだよ。だってビップさんもコメント欄で知ったっつってたから、コメント欄にいっぱいいろんな人が書いてくれて知ったらしくて、それはこうですよって一緒じゃんね。コメント欄で視聴者の皆さんに教えていただくか、誰かの動画見て知るか、全員一緒だからね。今のも関係ない、はい、というところで、だから自チームはファイターズで有原だから、それまでに有原聞きたいですね。だから有原か欲しいのが浅村で村上、こう3人だね特に欲しいの。さあじゃあ1回目、さあの夜空です。何もノーマルすぎて逆にびっくり。おっこっ、おっ、惜しい、ためが足りねえよ。で2個、でも A でもいいのが欲しいね。やっぱりあの極みにしなきゃいけないことを考えると。お、森下、森下ひょっとしたら新人王になるかも分かんないから A 貴重だよね。平いっぱい持ってる。お、中村、まあ結構ある A がね。で3回目が1人確定なんだ。またよ、何もない、星も出ないけど月も出ない。長地君も普通、あ、ゴールドだよ。普通か、これもう A が確定っていうだけかな。当たれ、空振りばっかりやな、お前レギュラーならいいんだよ、そんなんで。ああ、ノーニッコリ、千賀とか欲しいんだよね。あら、A1枚、梅野、A のアニバの人は結構低くて。あ、次確定、ここで有原来てほしいね。だから有原、浅村、村上だね、欲しいのが。さあ丸だけやめてほしいよね持ってるからね、さすがに。お、流れ星、まあでも当たるんだもんね2枚来てくれたらいいよね。まあ、エースとかよく分かってないからね。当たった、当たった、お、当たったよ、お、これじゃん、自チームから。当たったよ、こけたけど、おらおら来たよ、カーニバル来た、これあれじゃん、自チームから。噂によるとね、当たって小林幸子さんのやつがニコニコ超会議できたのが村上の絵。柳、中川、これあれちゃう、噂によると自チーム、俺有原当たる、噂によるとね。
最後最後有原ほらやっぱりそうだよ、当たってカーニバル長志くんは自チーム、ほらビップさんの動画正しい、正しいね、さすがです、ビップさん動画当たってます。でもあれだよ、沼ってたよ、俺が見たやつはめっちゃやって、最後に何回もやって最後に柳田当ててすっごい、すんごいの。もし皆さんよかったらビップさんの見て笑ってあげてください。あ、じゃあちょっとあれだね、変えなきゃいけないね、ヤクルト村上さあ4回目ドン、一気に何もなくなった、びっくりするぐらい。でも金だよ、金の当たってホームラン打ったら1チーム2個とかないのか。いい、やっぱホームラン打った次の打席は三振みたいな感じだね、調子こくすぎて B ばっかりだもん。石川で次が5回目、5回目も何もないんだもんね。ここで欲しいですね、欲しいドン、ノーヨーダル、お、調子くんレッツゴー、金よ、すごい光って、もうほら最近全然光れへんな、青く当たれ、ああ空振り、飛んで2個、もうにっこり、 A もないよ、来た、起きたよ、リクソンシーズン1でびっくりしたわ油断してたわ今かん、あのリアクションめっちゃ薄かったわ行くぞびっくりした、逆におおと思って、あとディクソンっていうのにもびっくりした。でもディクソンは初見殺しらしいんだよ。エスコバ最後6回目、まあこれじゃあ村上取っとくかね。ようこそザッキーチームへ、第2回選択希望選手村上、ヤクルトスワローズ。お、調子くん絶好調。これ何？一個。俺調子くん絶好調よく出えへん。半年しかガチャそんな毎週やってないのにもう3回目よ。サムネいけるね。絶好調。まだサザエくん絶好調だね。本当だしね。絶好調来て。2枚あるんじゃん。アニバ2枚ってさ。あれ赤いしか燃えてないんだけど、これどうなん、2枚なの1枚だ、絶好調で確定でどうなんやろ、来た有原、もう一回来た欲しかったけど、これなん、まあいっか、いや欲しいけどさ、もう一回来たよ、これ2枚だね、 S、 そうですの、かぶったじゃん有原で、これさ最後がじゃあドンと裏返る、 OK、 すごくない、アニマ2枚抜きよ、しかもかぶったけど、やっぱ絶好調だけある、ね、さあということで、ここで60年終わりですけど、ここで告知があります。次の動画、なんとプロスピ YouTuber のクレイさんと10万円をですね使って、どちらがアニバの選手を多く引けるか対決っていうのをクレイさんとこの後やります。しかも罰ゲームあります。どうぞお楽しみに。